のサイドインとなって、最初から内側からボンって入れれるようにイメージしたのがあるから、腕の横からこう出たら、ね、はい、ワン、ツー、アッパーでストレート打ってもらって、フックもボディも打たれても守れる。くれぐれもこうね、出しにくいでしゃないしね、今。結構、前腕を V の字型に向かって寄せて、肘と骨盤を使う感じ。ワン、ツー、アッパー、グッと前に行くんじゃなくて、グッと下に向かって、この腰1個も残するだけですから。で、前向いた腰を戻す。かかとを踏むときに、これが前体重でもいいし、構えでもいいし、後ろ体重です。で、これは次に、ね、勝負を打ちたい。ね、いや、ポイントを打ちたい。で、後ろで入れたい。で、次にやることで変わってきますんで、ワン、ツー、アッパー、スイッチ、エンコー。ここまで。まずここまでやります。この後皆さんにまた考えてください。